ミスターグリーン放送局。こんにちは、ミスターグリーン放送局始まります。今日もね、アップルから届きました。なんかね、1日早く届きましたね、予定より。それがこちら、はい、 iPhone 12 Pro シリコンケースです。これはマグセーフに対応してるやつですね。はい、こんな感じの。ここね、いつも通りここのところを開けていきます。ピリピリって感じで、あ、色はネイビーにしました。自分が買ったのがパシフィックブルーだったので、それに合わせた感じですね。うん。おー、このケースいいんですよね、本当に。やっぱりね、悩んだんですよ、ハードの、クリアのケースと、このシリコンケース。ただちょっとね、自分的には、こっちの方がいいかなと思って、デザイン的にね、ここにね、リンゴのアップルのマークがついてるのがね、これがね、純正のシリコンしかないので、サードパーティー製だとね、ここにリンゴのマークつかないんですよ。なので、やっぱり純正ですね。純正のケースを今回は選びました。これ見ないと、あ、こういうマークがついてるのがありますね。うん。まあ、ここに入れてみたいな感じのが。はい。これがあれか。マグセーフのリング。で、ここの下に iPhone って書いてありますね。うん。こんな感じで。おお。あ、なるほど。ちゃんとね、カバーが、守られている。ものによってはね、ここのところがね、省いてあって、ちゃんとね、フルでね、側面をカバーしてくれるものって、意外と多いんですけど、これちゃんと守られてますね、側面。下、上もちゃんと守られてます。お、ここのね、カメラの部分もちゃんと守られてる感じですよね。うん。ちょっとね、ここに、昨日買った、マグセーフ充電器があります。で、ちょっとつけてみますかね。せっかくなんで。ピタッとくっつくのか。おお、めっちゃぴったりくっつく。ずれないですね。うん。あ、ここを持つとなんか、根っこが弱くなりそう。ここ。こっからピシッってやると弱くなりそうなんで、ちゃんとね、ここのリングの部分からちょっとこう良さそうですね。うん。ちょっと投げてみますか。投げてくっつくかな。さすがに無理。さすがにくっつかなかった。くっつかないかな。それぐらいの。あ、でもくっつきますね。うん。結構磁力強いです。うん。いやー、かっこいいですね。ちょっとグラム測ってみますかね。グラム測ってみます。これね、29.0g ですね。まあね、中に磁石なのかな、なんか磁力系のものが入ってるんで、その分ね、ちょっと重くなくなることはなるんですけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ重いっていうわけでもなくて、まあいい感じですね。触り心地もすごくいいです。中はね、なんかサラサラしてて、守ってくれる感じですね。傷とかつきにくそうです、iPhone の。表はちゃんと、あれですね。シリコンになってます。以上、そんな感じですね。うん。実際に iPhone 12 Pro が届いてからじゃないとね、ここに iPhone 入れて、
どんだけくっつくのかっていうのはわかんないんですけど、結構ね、広くつくこともわかったんで、届くの楽しみですね。その時はね、実際にレビューしたいと思うんですけど、うん。いや、でもね、せっかくね、iPhone 12 Pro 買うんだったらね、まあ、マグセーフ充電器とこのケースはね、買うのがね、やっぱり、いいんじゃないかなと思って、まあね、皆さんね、自分もそうなんですけど、予算がね、あると思うので、うん。でもね、今後 iPhone がね、ライトニングポートがなくなって完全にワイヤレスになるっていう時代が来るんじゃないかなっていうふうに、情報で流れてて、まあそういった時にね、ライトニング刺さなくなるんで、そういった時にこのマグセーフっていうのは今後使えるんじゃないかなと思って、自分は購入した次第であります。まあこのベルキンのワイヤレス充電器使ってたんですけど、ちょっとやっぱり、ね、ずれちゃう時があるので、ピタッとね、くっつく、ね、せっかくね、アップルさんが開発してくれた、このマグセーフを、今回はね、使っていけると思うと嬉しいですね。以上、この動画よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。